しかし困った。あいつと家庭教師として顔合わせするのは今日の放課後。上杉さん、それも上杉さん、上杉さん、やっとこっち見た。おお、だ誰だ、なんだよ俺の名前を。よくぞ聞いてくれました。あなたが落としたのはこの100点のテスト、それとも0点のテスト？俺のテスト、なんで？それはですね、あの時ああなって、私が気がついて、というわけです。で、どっちですか？右。わお、正直者ですね。両方セットで差し上げます。いらねえよ。てか0点って誰のだよ。私のものです。よく差し上げる気になったな。上杉さんの第一印象はネクラで友達いなそうでしたが、新たに天才を加えておきますね。あよっ。いつまでついてくんの。まだお礼を言われてません。は？落とし物を拾ってもらったらありがとう。天才なのにそんなことも知らないのですか。たまたま拾った。これで貸し借りなしだ。そっか、ありがとうございます。お礼言っちゃったよ。